ありがとうございます。で、高等科では、まあ、今大学院大学で博士課程ですかね、はい、南極の研究をされてるって話だったんで、ちょっと南極についてお話お伺いしたいなと思ってます。はい、南極行かれたことあるんですか？はい。何回行ったことあるんですか？1回です、ね、南極ってそもそもどうやって行くんですか？飛行機で直通ないですよね多分。そうですね、しらせっていう、しらせ、南極に行く海上自衛隊が保有されてる船が、でそれって日本？日本の。ああ、そうなんですね。それで南極大陸まで、うん、はい、え、船で行くってこと？そうですね日本から南極まで船で、自衛隊の方々は船で、はい、まあ、日本から船で行くんですけども、僕ら観測隊はオーストラリアに1回飛行機で行って、でそこから船に乗って行きます。え、観測隊って何ですか？南極観測隊っていうのが日本であって、はいはい、それはまあ南極での研究を目的とした調査隊で、で今年の11月に出発する隊が64次隊なんで64回目、南極に行ける人は限られてるっていうのが大前提なんですか？昭和基地っていう日本の基地が南極にあって、はいはい、そこに行ける人は限られてます。でも南極半島の方、チリとかのあっちの近いところの部分は最近観光化が進んでるので、行こうと思えば誰でも、はい、南極って観光として何できるんですか？アザラシとかペンギンとか、あと、まあ、氷の世界、はい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 、だからいわゆる生態系が見れるとか自然とか、あ、そうですね、自然って言ったらあれですけど、いや自然ですね、まさに。実際南極に行く時って、はい、1回の滞在期間ってどれぐらいなんですか？日本出発から日本帰国までが4ヶ月で、うん、あ、なるほどなるほど。船で途中から行くので南極滞在自体は1ヶ月半とかですかね。え、ちょっと待ってちょっと待って、4ヶ月の期間でかけて行って帰ってくるじゃないですか、はいはい、でも滞在できるのが1ヶ月ってことですか？え、だって日本からオーストラリアまでは、はい、もう数時間とかで行けるわけじゃないですか、ね、はい、オーストラリアからそこまでめちゃくちゃ時間かかるってことですか？そうですね、行きが3週間ぐらい。なんで？え、船で行くと そんなかかるんですか？氷が張るんですよね。はいはいはい、はい、で氷っていうのが船で割っていくんですけども、割るのが難しくて、進んで引き返して、進んで引き返してっていうのを何度も繰り返しながら割ってって進んでいくのでものすごく時間かかるんですよ。食事はどうするんですか？食事は調理人の方が作ってくださるので、あ、はい、行って、うわ南極だってなって、はい、時差ボケなんてあるんですか？時差ボケはないですね。あ、時間感覚は同じですか日本と？6時間時差があるんですけども、あの船のまあ利点だなと僕は言って感じたのは、船で進んでいくので時差は1日まあ1時間とかでまあずれてってくれるので、多分普通の海外渡航とかだと多分もう飛行機乗って着いたら9時間後とか前とかっていういきなりのあれですけど、南極の場合は4日で1時間ずれるとかそういうペースなんで、そうか、ゆっくりだから。そうなんですよ。あ、だから自分の体の負担は少なそうですね。じゃあね。そうですね。なるほどなるほど。で、和田さんはそこで何の研究されてらっしゃるんですか？ワムシっていうすごい小さな生物がいて、で虫ってつくんですけども昆虫とは全然違う生物で、はい、でその生物が南極には生息していて、うんうんうん、どうして暮らせるのかとか、どういう種類がまあいてとかっていうのを研究してます。ワムシっていうちっちゃい虫なんですか？もう大きさで言うと300マイクロメートルとかで、ちょっとそんなの研究してるんですか？そうです。え、どこにいるんですか？湖の中とか、まあ、苔とかが陸上に生えていてそことかにいたりします。マムシって何を取ればマムシはできる？藻を取れば出てくるんですか？あ、そうです。藻を取って何を研究したらいいですか？それは顕微鏡とか使う機材も全て現地で持ってて、はい、南極の中に湖なんてあるんですか？あるんです。ずっと全部氷のイメージありますけど、そこに魚とかもいるんですか？いや、いないんですよ。お、そう、湖自体のなんか特徴みたいなのあるんですか？ここには生物的にはすごい強いワムシがいるとかさ、種類が違ってたり、あとは淡水の湖があったり、はい、海水の湖があったり、南極には塩分濃度がめちゃめちゃもう高い湖もあったりして。なるほど。塩分濃度が高いと魚とかをもし入れちゃったらすぐ死んじゃうような塩分濃度が高いってことですね。そうです、そうです、はい、もう、はい、昆虫とか動物とかって全世界いっぱいあるじゃないですか、はい、そこの中で南極っていうのを選択されたきっかけっていうのは何かあったんですか？その大学卒業してスーパーで働いてから1年目ぐらいでテレビで南極の研究をまあされてる方を見て、で見た瞬間になんかすごいビビッときて、あ、これだと思って
って、自分が研究者として研究をするとすると、まあ多分30、40年、うん、で30、40年自分の人生をかけて研究をしたいと考えた時に、赤道直下の国で、まあ、近いのもあって、もちろん、ね、未知のことはまあ残ってるんですけども、まあ、南極っていう一つのまあ大陸に自分の30、40年を捧げて何かを解明したいっていうのがあって南極って感じですね。なるほど。ここはめちゃくちゃ魅力的な波みたいなのってありますか？僕が感じたのは静か、まあ、氷があって、はいはいはい、まあ、大陸があってで見えるんですけど、無音なんですよね。風もないってこと？風が吹けばまあ風が聞こえますけど、はい、風が吹かないと本当の無音で、じゃあもう自分一人しかいないみたいな。本当そうなんですよ。怖っ。それはすごい不思議で、目では見えてるのに、はい、音は本当にピタッって感じで、はい、本当に聞こえないんですよ。匂いも帰りシドニーに入港するんですけども、シドニーが見え始めてから匂いがすごいして、でも普段食事も食うんですよ、ね、まあ当然でも食ってるんですけど、それとはまた別のなんかそのなんていうんですか、なんか匂いっていうのもあるんだなと思って。面白い。無音と一緒で、まあ、匂いもしなくって、でその生活がずっと続くから鼻もボケてって、で多分まあシドニー入ったらなんかすごい不思議な匂いっていう、まあ、どんな匂いするんですか？もうむさっとする匂いですか？あ、そうですかね。あ、それは苦手ですか、そっちに戻った時？いや、なんか、あ、文明圏にまあ帰ってきたんだっていう感じがしましたねで、まあ、それ関連で言うと情報量、ネットが使えないんで、昭和基地は少しは使えるんですけど、僕らキャンプ生活なんでずっともうスマホとかも使えないんで、シドニー着くまでは早く LINE とかで見たいと か、 なんかネット見たいって思ってたんですけども、 Wi-Fi スポットに行ったらまあ、ね、メールとか、ね、LINE がバッと入ってきて、最初はまあ、ね、ネットがつながって、おー、つながったと思ったんですけども、もう5分ぐらいでなんかもう情報量がすごすぎて、なんかもう一気にもう疲れてしまってワクワクがなくなってだからいかに普段身の回りにも情報が溢れてるかっていうのを感じましたね。あー、なるほど。それでも南極を研究し続けられるこのバイタリティっていうのは何ですか？これはもう知的好奇心ですかね。なんかもう知ってしまったので南極の不思議さを、だからそれを知るまでには死にたくないみたいな根本的なそういったところですね。そうなんだ、ありがとうございます、はい、これってことでね、今日は昆虫が好きな和田さんっていうところに話していただきましたと、はいはい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。